たんですけど、あ、そう、カビが。今日お腹いっぱいなのかな。いや、気づいてないだけど、ね、うん、お父さんが手伝いに来て、うん、じゃあ、うん、掘っていこう。結構時間的に3つ掘らなきゃ、ああ、それもあるよ。新しいやつ。3つ掘らなきゃいけないからさ、結構ギリギリじゃない、時間的に。これ真ん中切り抜いた方がいいんですか。いや、抜かなく、俺抜いてないよ、最近。もうめんどくさいから。なんか、うん、あんまり中のものがないっていうか。うん。うん、別に、抜かない意味がそんなに大きいと思って。目どうしようかな。ミルク。いいや、丸くしよう。ミルク。ミルクおいで。こんにちは。おいで、ホイップ。ホイップ。ハロークッキングの時間です。こちらが、おびわかしたら、ハツイッター写真可愛かったです。なんだっけ。ツイッター写真何だったんだろう。あのコミュニティ投稿にまた昨日の動画の僕のハイライトの瞬間の写真を載っけました。あ、そうなんだ。あ、のことかな。あ、来たよ。乗らないようにしてか。うん。行けばいいんじゃないかな。デコ賛成。たまの写真いいですね。ありがとうございます。そっち。いい、ちょっと待って。なでしこかな、うん。ちょっと待って、なでしこ。あと前にみんな分かったのか、もう見て、5レールともに行きにするか、いやすごい、あっちの、あっちでやる？え？あの高いとこ、あそこの真ん中の。大丈夫？大丈夫？うん。Hello from UK. Hiya. え、真夜中？あ、違うか。UK だと、いや、UK 結構真夜中かな、これ。何時ですかね？朝？9時間差だから、あ、まだサマータイムかな。8時間差だって、8時間差、朝か。うん、でも朝5時とか、今1時だね。うん、ハローフローム、ん、読み方わかんない。テネシーユナイテッドステイツ。はい、や。So we are making jack o' lantern. フィールカップから。あ、イギリスでもあるんですか、この文化は。あるよ。うん。あの仮想文化はどうなのかな。仮想文化もあの俺がいた時からやってたけど、もともとイギリスの文化なのか、最近流行りに乗ったのかよくわかんない。どれ？バッター違う、誰だ？クリーム。クリーム。クリーム。可愛い。ちょっとあなたたちも。はい、待っといて、ちゃんと待っといて。ちゃんと待っといて。はい。ね。はい。ギョギョく待って。はい。うん、バターちゃん手に乗るイメージだったけど、他の子も乗るような。うん、まあ。餌来てんで、うん、まだ来ない。うん、
いや、今日もね、結構暑いですね。はい。まだ暑いというか、今日がちょっと暑いかな。はい。感じ的にはね。今日がちょっと暑い。はい。危ないよ。自分たちで開けるからね。あ、だだだ。あ、あっちに置いてたやつ食べちゃった。なくなってる気づいた。そこね。はい。もうなくなっちゃってる。なんでご飯に穴開けてるのって気分なの。まあ早く切り分けろっていうかあるいは切り分けなくていいから早くくれる、うん、あ、なんかゲロ出たみたい。今ジャックオーランタン作ってます。はい、いいんじゃないですか。10分で1個。10分で1個、早いね。まあ全然こだわり、うん、まあでもあと20分だからこのペースで。あんたちゃんいないの。このペースで作るしかない。そう、うん、誰か後ろで待ってる。リバーシブル、リバーシブルっていうのか。リバーシブル、うん、リバーシブル、うん、リバーシブルだね。ちょっと行きましょう。いや、今日柔らかい、かぼちゃが。そう、今日まだやりやすい。ちょっと揺れます。すみません。よ、画角内にカフェがいない。あ、いるいるいる。誰だ、誰だ。あれはミルク。ミルク。ミルクの背中。見つけ難しい三兄弟。クリーム、ミルク、シロップ。この3頭を並べると分かりやすい。そうね、個別で見るとわかんない。あれに聞かれたの。
あげられません。そう、この後1時半からですね、カピバラにこのジャックオーランタンを、あげます。水から上がった時にやったよ、なんか体についてる水分がすぐにこう乾きやすいんですよ。やくさん、ありがとうございます。30分なりますね。まだ30分もまだあと15分ぐらいあります。飼育員さんはみんなジャックオーランタン作れるんですか。バイオは必須ですね。必須、はい、入社試験の、はい、入社試験、入社試験は面接とジャックオーランタン実技試験かっこジャックオーランタンお客さんです。お、ヨスケ顔でかいな。やっぱ顔でかい。ヨスケしつこい。サイダーマンの受けてみようかなって。入社試験全然、まあなんかむしろでもそういう試験がなくたとしても、いや、ジャックオーランタンめっちゃ作れますみたいな。そういう自己アピールしてくる人は結構面白いですよね。なんか気になる。はい、りょうすけ来ました。コロ食べた。自己アピールで、なんか周りが例えばもうすごいカバのこと知ってますとか、なんだろう、現地の生態、現地に動物の生態を見に行ったことありますとか、なんかそういう強気発言してる中でめっちゃ自信満々にジャックオーランタン作れますって言ったらもう興味ありますね。うん、でもなんかそれも一つ戦略的ではある。まあ少なくともね、うちのこと知ってますよって言う学生からね、よく分かってます。なあ、なでしこ、もうこっちからダメ。ジャックオーランタン。もう早い。2個目完成。すごい。2個目。はい。3つ目は？カルボさん作る。あやかちゃん来れないかな。割り付けてます。後ろいる。何ですか？あ、下にあるやつ。下にあるやつ。下にあるやつ。あそこにいるんで。はい。無理か。いけるかな。入る、いる。忙しそうか。下にやるよ。クリームが怖いって。ブリブリクリームが怖いって。大きい。あやかちゃん来れないかな。それ何キロぐらいあるんですか。だいたい40、50ぐらいですかね。はい、皆さんこんにちは。ラマーと月を取りたくて就職したいと思いますはありですか。いや、まあ僕より、僕よりこう取れるっていうのができるなら
本物のバズーカ持ってくるかもね。まあだからそのどこの企業も一緒だと思うんですけど、結局そのなんだろう、足りないところで力になれるような人があれですよね、欲しいですよね。ジャックオーランタンいつ作るんですか。そう、今もう2つ作り終わってるんですよ。どうしようかな、あやかちゃんちょっと呼んで、ちょっといいですか、話しようじゃん。はい、こんにちは。カプタンカボチャいないです。ああ、そうですね。カプタンカボチャ作ってないです。なんてこうか。なんてこうできるんですよ。カプタンカボチャ。そうね。カプタンカボチャね。もう逃げてない。取れた。そっちが。そこダメダメダメ。あ、サルカイ。うん、あの時間があればね、もう少しこう凝ったもの作ろうと思うんですけど、まあ、カピタンは簡単に作れるんで凝ってもいいんですけど、ちょっとね、あとどれぐらいだろう、10分ちょっとで作らないといけないんで、カプアート作りました。はい、じゃあ、はい、タピオランタン作る、うん、そっちが、そっちが、そっちがこっちで作る、うん、あ、カピ写してもらっていいですよ。うん、いいよ。また言われちゃうので、うん、カピも写すから。本田はいらんすいません、ちょっと待ってね。え、縦ってありですかね。縦、え、だってカピって縦じゃないですか。もういいよ、縦でもいいよ。いけるかな、うん、あやかちゃんって、はい、あ、こんにちは。寿司屋のカウンターみたいですね。ユースケ、作ってるとこ見たいです。あやかちゃん頑張って。なんかすごいの来た、後ろから左。じゃあなんとなく白コーンの動画見てふと思ったのですが、はい、あやかちゃんファンです、はい、ありがとうございます。精神いいですね、ファイト大丈夫、気をつけてここで生放送で、いやちょっと怖い、いや大丈夫、そのえこれ なんでその掘る先に手を置くの、え、どういうふうにやればいいですか。え、手前を押す、手前側を押さえて、そうそうそう、あるいは上から押さえて奥に向かって掘ればいいんだ。なるほど、なるほど、いや結局手の方にえやってます、刃が向いてるけど、まあまあいいや、うん、はい、赤い液体出さないように。全然もう耳じゃなくなっちゃいましたよ、見てください。あ、違います、違います、あ、もう写してください、カピーカピー写してください、完成だけでいいですよ、うん、バーンってこう、あの指やっちゃった瞬間にカピー写す。ほら耳、そうか、硬いんでね、あの飼育員が手を切る野菜ナンバーワンですね、かぼちゃ。私は切ったことありません。マジで？なんかで切ったんですけど。俺思いっきり切ったよ。なんか多分私そういう系じゃなくて柔らかい系で切るんですよね。あ、かぼちゃはあえて切らない。あ、違います違います。かぼちゃは切るんですけど、うん、でもかぼちゃは逆に慎重になるんですよ。うん、ただあ、そういう意味ね。あの柔らかいやつで指を切るってこと。そうですそうです。うん、柔らかいとなんか調子乗っちゃうんですよね。スピード上げようとか思ったら切っちゃうんですよ、珍しいタイプで、はい、調子に乗るタイプなんですよ私、すごい濡らせない方がいいんですよ。そう、かぼちゃ硬いんですよ。ここだよ、これね、結構こう硬くて刃が入らなくて横にこうね、包丁が滑りましたみたいなんで指ガツンみたいな、うん、結構な勢いで切っちゃうんですよね。なんかまあご家庭でもね、かぼちゃ料理されてるみたいな方はあの経験あるんじゃないかなと思いますけどね。え、これキモいカピになりそうなんですけど。まあ私が愛情込めて切ってるんでいいですよね。一回チンしたらいいのかな、食べなくなるから。うん、やっぱり火を通したものって多少あの、うん、反応が鈍くなる
ことの方が多いかなと思いますね、あの野生動物は。なんで生、まあ今日のやつは割と柔らかいんでいけるかなと思ってるんですけど、そんなに普通にやればね怪我なくいけそうだなと思って、あの硬い時がありますよね、かぼちゃね、めっちゃ硬い時、うん、ハロウィンカピならおどろおどろしい感じでもよし。なんでそこに入ってきた、人の足の間になんで入ってきた、かわいいなでしこですね、なでしこどうしてもそっち行きたいんだ、うわ、え、キヨちゃん、キヨちゃんか、キヨちゃんも気づいてるね、はい、連絡ですね、はい、ということでカピバラ、はい、あ、演出のね赤い液体を、演出の赤い液体をあのジャックオランタンに振りかけてるだけです、怪我したわけではありませんってことで、うん、いいかもしれない、あ、そうそう、ピーラーも結構ねザクッとやっちゃいますよね、うん、気をつけましょう、ちなみに私はかぼちゃ切ってて包丁運ぼれさせました、まあ、包丁がね運ぼれする分には、うん、ね、指が運ぼれするよりも、え、めちゃくちゃキモい、いいんじゃないでしょうか、めちゃめちゃキモいですよ、何作ってるかわかんない、私一応カピ作ってるんですけど、あ、なでしこじゃない、なでしこ、マックがここまでガツガツ来ないね、確かにそうですね、なでしこ、ちょっとなんかみんなの目が、スライサーでざっくりやったことかな、そう、まあね、硬いとね、硬いかぼちゃ気をつけてください、勢いついちゃうんでね、どうしても力入ってね、初めてかぼちゃ育てたと硬すぎて2階のベランダから庭に叩きつけた割れないと、すげえスーパーボールみたいにバウンドしたことあります、ちょっと面白いですけどね、はい、そういう映像を見てみたいかもしれない、カピってこんな顔ですか、え、どこ、これ目、目、耳、あ、なるほどね、あ、芸術的になっちゃうな、え、私もこういう風にくり抜きたいんですけど、どっか、いや、目か鼻かくり抜けばいいんじゃない、鼻とかね、あ、口はくり抜こうよ、でもこれでできる、うん、それおすすめ、おすすめ、そっか、使いやすい、そうだ、歯があるんだ、そうだ、私は歯でやるんですね、丸ごとレンジでチンすると切りやすくなる、うん、野生動物はね、やっぱレンジチンするとあんまり反応しなくんじゃないかなと思いますね、我々のあの経験上、うん、温めちゃうと、何やったの、キキョちゃん、あとはまあ普段の餌でいうと切る量が半端ないんで、キキョちゃん、カピバラ一食10キロとかね、まあまあ十何頭もいますから、10キロとか切るわけですよ、そうすると10キロチンするってわけにはいかない。うわ、鼻うま。鼻うまって言ってるけど、うまいか。めっちゃ丸いですよ。え、めっちゃわかりません。鼻。超鼻。なんか今のとこまだカピバラには俺的には見えてはない。え、私見えてますよ。もう完成形がなんとなくはついてないです。まだちょっとあれです。まあ、前歯うまくつければ確認になるかなって気はするけどね、前歯の作り方次第、あと鼻もなんかこうくり抜ければいい、雰囲気をね、なんかうまく作れればいい、まあ、まず口じゃなくても口っていうか、多分そんなに時間的な余裕があんまないから、本当ですか、やべ、今何時だ、ちょっと見てみる、ちょっと見てみる、やばいですか、時間、やばいね、やべ、あと3分、え、そんな少ないんですか、あと3分、私のこだわりのカピは、うん、
いや頑張りますね、うん、全然一人で作っててもいいんですけど、ライブ終わって全然イベントはやっちゃって、じゃあ途中から完成品が合流してくる感じかなですね、うん、あ、向こうにありますよ、あっちにね、はい、はい、多分春岡さん見つけてるはずです、うん、これでここですね、うん、前歯が一番大事、そうそう前歯が一番、あ口意外とおちょぼ口だね、まあ角柄おちょぼじ口ってやおちょぼ口だけど、はい、ちっちゃいですよね、ジャックオーランタンだからもっと大きく開けるかなって思ってた、あ、まあ、全然です、リアルを追求しないとこういうのあ、やべ歯がすっちゃい、リアルを追求してるらしいですよ、ちっちゃい歯が、はい、あれはリアルを追求した結果らしいです、はい、はい、もちろんです、下もあるよね、まあ、ね、下もあるよね、下は作れないですここまでの余裕がない、え、私手切りそう、あ、あの、何こう、こう持って、あ、ぐさぐさ、うん、ぐさぐさ、そうで、ゴキゴキやればこう、あの、切れていくから、あ、一回ブサッて奥まで刺してで、ゴキゴキやればいい、ゴキゴキってやればこうノコギリみたいに、あ、ノコギリみたいにこう縦にこういや、いや、まあ、うまいか、はい、うまいや、はい、うん、定期をつけて、かぼちゃは鍋に入れるイメージが強い、あ、そうなんだ、鍋、へえ、山梨県県民の方、私はあれです、あの、サラダ、あの、かぼちゃサラダ、へえ、なんだろう、あの、マヨネーズと和えるやつです、ああ、なるほどね、あの、ポテトサラダのかぼちゃ版みたいな、ね、そうです、そうです、そうです、あれ好きですね、へえ、うん、じゃあそろそろイベントの時間かな、始めなきゃいけないかな、みちかさん、あやかちゃん、こんにちは、はい、こんにちは、あ、30分なっちゃった、じゃあ、あの、完成お願いします、はい、はい、完成品お待ちしてます、じゃあ、あの、こっちでイベントを進めちゃいましょう、はい、こんにちは、じゃあ今からカピバラのジャックオーランタンやりますよ、マスクしてて口笛がならない、やろうか、どっかあるんだよね、うん、あ、いや、お盆もういいんじゃない、おこ、あれは作ってきたやつ、あの、山口さんの、じゃあ、はい、来ないよ、向こうにあるよ、向こうに、あっちに2つあるよ、いや、向こうに、向こうに出てくるはずだから、みんなこっちに来ちゃったけど、奥に、奥だよ、奥、奥、春岡の方、奥に春岡いるでしょ、みんな見て、奥に春岡いるよ、あの、あんまり寄るとカピバラ喧嘩に巻き込まれますよ、特にお子さんは多分カピバラの喧嘩巻き込まれると、あの、何メートルか吹っ飛ぶぐらいの感じになると思うんで、十分気をつけてください、かわいい、奥に、奥にあるって、奥に奥にあるよ、奥にあるよ、奥にもう一回待ってるよ、こっち持ってない、もう持ってない、はい、はい、本田彩香町、はい、彼女の
ジャックオランタンが完成すれば、まあもう少しバランスよく食べれるのかなと。あ、逆さまになってる。逆さまだ。持ってない持ってない持ってない。本田彩香に早く作れって言ってきて、はい、本田彩香に早く作れって言ってきて、はい、あそこ喧嘩しますよ。あ、あの危ないっすよ。喧嘩に巻き込まれますよ。ちょっと下がってもらっていいですか。喧嘩に巻き込まれるんで。はい。向こうの方が綺麗なジャックオールタンが見える。ジャックオールタン。あのカピバラの喧嘩に巻き込まれないようにしてください。十分距離取ってください。あの喧嘩に巻き込まれたら自己責任ですよ。本当お子さんだったら多分5メーターとか飛んでもおかしくない。あの冗談じゃなくてマジで飛びますよ。本田彩香の、作品待ちということで保険適用度高いです。まあ保険は適用できるかもしれないですけどね。はい、はい、後ろにおった。はい、本田さん、いいよ、できたならもう出そうよ。ちょっと渋滞してるから。カピバラちゃんと耳ついてるんですよ。耳、まあまあカピバラね。カピバラですよね、うん、見えなくはないですよ、うん、カピバラ見えなくまあまあドクロっぽく見えなくない、まあまあ、テーマひなひなせって言っちゃう。いや違います、カピバラです。カピバラ、ね、カピバラ、うん、あ、すごいって、はい、あ、本当ですか、はい、嬉しい、うん、私褒められるの大好きなので嬉しい、うん、皆さんじゃあ褒めてください。褒めてください。芸術品だ、はい、じゃあもう食べちゃう。これでも横に置いちゃうの。え、その状態で食べさせるの。手に持って、持っとかないといけない。あ、来たよ。だって細長いのが悪いんですよ、カピバラ。さすが彩香ちゃん、食べにくいって言ってます。食べにくい、まさかの縦塚。食べにくい、食べにくい、食べにくい。はい、横ですね、もう。あ、すごい。出しとる。出しとる。結局横で食わせるっていう。え、縦じゃない。意味ないやつ。
ね、縦じゃないの。え、だって縦だと食べれてないですもん。いや、顔見せない。もう顔見せない。あ、顔壊れてない。あー、まどか怒られる。やばい。怒られます。食べれないっていう。食べれない形だ。食べれないらしい。もう横しかできないかな。ああ、頑張る。うん、下をね、掘るじゃないや。下を切ってこう立てれるようにしたらいいかもしれない。あ、そうですね。下を切ってね。そうすればよかった。あ、なでしこも食べる。うん、いいか。なんかもう大丈夫これ。そこで喧嘩始まったりしない。大丈夫か。危なそうだったもん。いいよ、無理しなくて。行きます。うん、はい、この子たち喧嘩しちゃうからね。なでしこもうダメだって、はい、なでしこ食えない。なでしこもうやめよう。なでしこ竹もらいに行こう。いける？まあ、あの資金は全然、仮に目の前で喧嘩始まってもそれはね、理解してそこにいるんで、理解せずにそこにいて怪我するのが、まあね、まあ、逆にお客様では理解していらっしゃるなら近くに行っていただいてもいいのかなっていうのはありますけど、ね、まあある種動物との付き合いってね、ある程度自己責任だ。うん、プロなんでね。まあいつ喧嘩が始まるのかもわかるし、っていうのは私ぶつかってますけどね、ぶつかられてます。私2度ぐらいぶつかられてます、ね、うん。まあでもそれは、そういうことはあるよって理解して、そこにいたんで。そう、あの動物園が大丈夫っていう、あの感覚でね、いらっしゃって怪我とかっていうあれがないように、あのもちろん、あバイオパーク知ってるんで、あのそれはそれでやっぱ動物との付き合いなんで大丈夫です、仮にぶつかってきても大丈夫ですっていうことであれば、それはあるしありかなと私も思います、はい、動物の付き合いで完全に安全なんてありえないってね、ある程度リスクを負ってこそ仲良くなれるみたいなのがどうしてもある。まあ、ピーちゃんの、くちばしに指を突っ込んでかませるの。なでしこ。かわいい。まあ、だいぶ雰囲気としては落ち着いたという感じがしてる。あそこ喧嘩始まるかもしれんよ、気をつけて。喧嘩始まるかもしれんよ、気をつけてね。はい、こういう感じなんで、あのお子さんだけだと危ないかもしれないですよ、はい、大人の方が必ず責任をね持てる位置にお子さんを置いておいてくださいね。でね、多分この人、あそこまだ喧嘩始まるかもしれないですよ。かわしといた方がいいかもしれないね。はい。あそこの真ん中の方もお子さんだけ危ないですよ。お子さんだけ前に出さない。あのカピバラがいっぱい集まってるところじゃなければお子さんだけでも大丈夫ですけどね、いっぱい集まってるとこお子さんだけ行くと喧嘩始まった時に巻き込まれますよ、はい、向こうの奥とかに一頭とかでいるんで、そういう子に中心に餌あげてもらったらどうでしょうか、うん、まあだいぶ落ち着いてますけどね正直、うん、
ね、カピバラは結構ね、うん、まあ、カピバラはおとなしいんで向こうからなんか攻撃してくるとかそういうのは基本的にないんですけど、どうしてもね喧嘩に巻き込まれると、うん、危ないんでね。まあ、なんて言うんでしょうね、やっぱりその普通の動物園とかに慣れてる方が多いので、まあ、ある程度そこのこう、なんていうのかな、動物怖いっていうねイメージが欠けてるっていうことは、まあ、ある程度仕方ないと思うんですよね。逆に言うとそういうのを学ぶためにバイオパークがあるので、ぜひバイオパークに来たときにそれを学んで帰っていただければいいかなと思う。うん、まあ食べ物前は特に危ないですね。確かに。まあ基本的に動物ってどの動物も危ないっちゃ危ない。完全に安全なんてことはないですけど、まあ特に食べ物食べてるときはね、やっぱりこんな感じ。こんな感じでね、はい、取り合いがあるので、はい、注意してくださいってことですね。はい、なでしこがまたチャレンジに行く。そうはね、結構許されるっていうか、うん、強い子とかに追い出されない。普段はね、あんまり、はい、そんな性格というか、そんなポジションですね。今はもうだいぶ落ち着いてるし、それぞれお茶持ってるんで、そんなに今現状リスク高くない。ただ、私的にはもう少しこっち向いてほしい。なでしここっち向いてほしい。こっち食べて、こっち向いて食べて。なでしこ、こっち向いてほしいな。うん。ああ、なるほどね。食べてる最中の動かないか逆に近づいちゃうね。ああ、なるほど。それはあるかもですね。まあ、やっぱりそのそういうねこう、うん、動物視点というかね、そういう考え方が重要かもしれないですね。はい、寂しくなここなでしこしら、なでしこ、こっちも来い、こっち、はい、こっちに行って食べてほしい。いや、こっちよ。待てよ、うん、なでしこどこの角度も可愛い。まあまあ可愛いですけどね。可愛いですけど。なでしこ、こっちこっち。こっちこっちこっち。全然こっち向かない。なんで？パパちゃんこっちにあんの？あ、餌もらえるからね。あ、もらえる餌の方がいいのかな？なでしこね。長崎の気温どれぐらいですか？どれぐらいだろう、今日30度ぐらいいってんじゃないですかね。あの台風後では一番暑い、一番暑いです、台風後では。あ、でも27度って書いてある。30度いってないんだ。不正した、もうこっち向く気ないな、あいつ。こっち向く気ねえな。今日のお味噌汁はカプチャにしよう。ああ、食べて、きれいに食べて。
カピバラが美味しそうに食べてるってね。やっぱ美味しそうに見えますからね。食べたくなりますよね。お、ナナシコやっとこっち向くか。いや、向かない。なんでよ。もうカブちゃん飽きたのかな。あ、向こうを狙いに行く。なんで。手で上げてもいいっていうか、まあ先ほどのね自己責任の話になっちゃうけど、あのはっきり言って私さんざん手で上げてるけど、その上げてるのによってこう間違って噛まれたってことは私ゼロですね。だから上げ方にもよりますけどね。上げ方はやっぱ慣れないと難しい部分はあるのかなと思いますけど、ちゃんと手のひらパーにしてね、手のひらに置いてあげれば。私噛まれたことはない、うん、全くないですね。私は別にそんなにリスクが高いとは思ってないけど、まあ、うん、噛まれないとは限らない。ドーナツ、ドーナツ泳いでたの。あ、泳いでたんだ。遅れてきたんだ。え、もういいの？食べてないんでしょ？あ、喧嘩始まるよ。そこ喧嘩始まるよ。危ない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 。そっち行かない。はい。まあ喧嘩にもならない。ドーナツがあると道が開いていく。喧嘩にもならない、うん、いやバタちゃんはそこに行っちゃう。いや、やめてた方がいいよバタちゃん、うんうん、そこ狙っていく、そこを狙っていく。大丈夫なの？大丈夫なの本当に。いや、やめた方がよくないそれ、うん。あ、そこも、ま、あの喧嘩するかもよ。気をつけてね。はい。お、でもバターちゃんのために開けてくれた。あ、よかったね。よかったね、バターちゃん。順番が回ってきた。はい。去年まではここまでカボチャ取り合わなかったと思うんですけどね、今年なんかちょっと取り合うんですよね、うん、カボチャだと、まあ、むしろ去年確か、いやもう今日食べないですから皆さんあの写真撮影に使ってくださいって言ってた気がするんですけど今年ちょっと取り合うんですよね、うん、まあ食べてくれるのはいいことですけど、ちょっとね喧嘩しちゃうんでね、はい、まあその注意が必要ですよっていうことですね、うん、かぼちゃにみんな目覚めちゃったのかな、かぼちゃの美味しさにね、うん、そう、あの柔らかかったっすね。特に美味しい可能性ありますよね。あのむっちゃ切りやすかった。ドーナツが結局、まあ、ドーナツはまだ目覚めてないのかな。
もうなんか、あ、まだ食べる、うん、なんかフラ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 してますけど。今年の秋冬のトレンドカラーはオレンジです。あ、そうなんだ。オレンジのトレンドカラーだからやっぱかぼちゃなのかな、かぼちゃ食べるのかな、はい、今日は自宅焼肉パーティーだからかぼちゃも焼く、うん、カピバラと一緒に食べてる気分でこの動画のアーカイブ見ながらやっていただければと思います。出した誰かに追われたのかな、よく見えなかった、はい、でこっちに流れてくる、流れてきます、はい、なでしこは枝をもぐもぐしてる間にかぼちゃを取られる。かぼちゃ取られたって顔してんのかな、枝もぐもぐしてたかぼちゃ取られた。完全に落ち着いてますね。まだ食べてはいるけど真ん中ぐらいにちょこっとだけ残ってて、うん、まあでもあの子以外はそんな興味なさそう、はい、まあまあかぼちゃですから本来こんなもんなんですけどね、いつも食べてるからね。ちゃん座り込んで食べます。ん、これは食べる白お客様に教えてもらういつものパターンそうそういつものパターンでございます、はい、白とか皆さん見分けつくようになったんですか。あ、そうか、ん、もうそろそろもうそろそろもう一回カピバラの特徴を勉強しよう的な動画が上がるんじゃないですかね、はい、ぜひ楽しみに皆さん勉強していただきたいと思います。っていうか私が勉強しろよって感じだ、うん、まだ来週かな、今週じゃない、今週じゃない、ん、今週かな、そろそろでも上がるみたいです。なんか知らんけど喧嘩始まってた、見分けつくのすごいな。飼育員になるとやはり見分けつくようにならないといけないですかね。まあ別に絶対見分けつかなきゃいけないわけでもないですけど、やっぱりこうねトラブルが起きた時とかにどの子でしたっていうのはやっぱ何らかの方法で分かる必要がある。あの別に顔で見分けなくてもいいけど、はい、リードもあります。まあだからそういう時のためにどっかね、こう、切り切って、その、毛の長さとかで特徴作っておくとか、よくありますけどね。別に顔で見分ける必要は必ずしもないです。やり方いろいろあるんです。まあ先ほど首輪っていう意見がありましたけど。来てくれた。まあ動物に首輪はつけないですけど、動物によって足輪とかね。腕輪的なものでつける動物もいますよね、ペンギンとかで。パワー、今パワーで割ってたのかな。
なめかんむり山。富山からだと逆転だ。じゃあ結構、それで横から取れてますね。 AR でスマホ向けると、名前出るとこ難しいですかね。うん、そういう技術作ってほしいですけどね。まあ、あの写真でね、もう Google、なんだっけ、名前忘れちゃった。まあ、画像検索できるじゃないですか。うん、だから、まあまあ、全然できてもおかしくないですけどね。芋餅正直アレンジ好きなだけあるから調べた方がいい。何の話だ。私は大根おろし。あ、なんかそういう話が進んでたのかな。 Google レンズ、はいはい、Google レンズですね。そう、あれ便利ですよね。もう、うん、その辺に生えた草とかね、普通に検索して、まあ、あの多少の間違いはあると思うんですよね。同じその系列の同じ科とか属の仲間で、違ってたとこはあるんでしょうけど、まあ大きな括りではある程度合ってる。そのね、植物の名前出てきたり、まあ動物ももちろんそうだし、うん、すると思うんで。あれ便利ですよね、本当に便利。キースうまいよね。全然ついていってない全然ついていけてないけど、何か食べ物の話が盛り上がってるっぽいという、とろけるチーズとバターっていうことが分かります牛ですよね雨が入ってる。カピバラのお腹はお餅並み、うん、プリプリしてますね。お餅じゃないな、なんだろうな。お尻ですか。お腹。お腹。お餅ってことね、水風船みたいな。水枕。あ、水枕みたいな感じね。うん、プリプリしてるからね。あの右側をしたら左側プチャンってなるみたいな。うん、デシコ寝て食べるんけ簡単にごろんし、まあ今ご飯食べてももう満足ですからね。かな、うん、反対側でも脂肪ではないらしい。うん、あの脂肪もついてるんでしょうけど、あの内臓の部分で、うん、内臓脂肪、はい、柔らかいんだと思う。盲腸が、はい、盲腸が出ちゃったんです。草食動物なんでね、腸が長いで、そこで発酵してたりするんで、まあ、あの気体の中に入ってるみたいなことでプルンプルンしてる。ブーブーよね、ブーブー、ブーブーゴロンゴロンもうなんか浮き上がりこぼしうん、転んでは立ち、転んでは立ちみたいな。早くかぼちゃ食べないとかぼちゃかぼちゃ。ナイストゥーシーカッパラクラ、うん、かぼちゃいいんだね。かわいいよね、ナイシコ。落ち着かんなどっちでもいいの。これが本当のくっちゃね。どっちかっていうと根の方が多分大半占めてるんで、うん、根着で、うん、レレレレ。コナ君かな。コナ君、あ、コナ君のところは持っててないです、残念ながらコナは
ジャックオーランタン楽しめてない。まあ、今度考えましょうかね。この展示ね。まあまあ、うん、この展示場のイベントごとだったんで、うん、別に、うん、持って行こうと思えば、うん、まあ、あの餌はね、ちゃんとこのもらったって餌が食えてないわけじゃないですけど、まあ、ジャックオーランタンを一緒に祝えてないことですね。まあ、どっかで一回やってみましょう。はい、早くかぼちゃ食べなきゃと言ったとき反応してます。言葉分かってるみたい。うん、あれあれいつの時だっけ？昨日かな。昨日のジャックオーランタンタイムの時だったかな。向こうにかぼちゃ余ってるよって誰だったっけ？板垣さんかな。誰かが言ったら余ってるかぼちゃの方に行ってましたからね。まあ言葉一言一句分かっているかって言って分かってないでしょうけど、うん、なんとなくのもそういう雰囲気とかも含めてある程度の理解力はカピバラはあると思います。さやかちゃんはカピ語話せるから、うん、カピ語サル語話せます。何だったっけ。食べたい人です、うん、スイカ割りのやつで、うん、食べたい人、はい、あれはあれは奇跡の動画だった。あれはすごかった、うん、あれはすごかった。いや、この間なんだっけ、パソコンの前でコメント返そうとしてたのかな。本田彩香ちゃんがね、彩香ちゃんがコメント返そうとしてたのかな。で、返すのなんか失敗したかなんかで、操作失敗したかなんかで、その時の、 あのリアクションが完全にあのおまけざるだったっていうのを、ふぎふぎって、はい、何おまけざるって。おまけざるの泣き方と同じ、泣き方をしてましたね。失敗した時の、あやかちゃんの泣き方はおまけざると一緒。まあ、ぜひこの後で、それ動画に撮って皆さんにお見せしたいチャンスがある。こんにちは、今来ました。ありがとうございます。あやかちゃんの前世はおまけざるだったのかもしれない、うん、まあ運命感じちゃいますからね、はい、運命感じちゃうんで、はい、断られますけど。あ、昨日の動画可愛かったですね、全体的にすげえ可愛かったですね、はい、まあ特にビーバーがね、うん、可愛い。まあおまけざるも可愛い。カルオカさんの動物撮影動画すごいためになります。動物撮影動画、撮影動画って何だろう。あ、なんか撮影撮り方説明したやつとかかな。あのキャノンのやつですか、これ。あ、わかんない。瞳 AF のやつ、うん、あ、タイツで行くって前のやつ。タイツオフか。タイツで、あの皆さんぜひタイツで、もう皆さんがタイツで来たら、まあね、その時はやっぱり誰だ、山本もタイツにならざるを得ないと思う。ん？今日はカピマスクじゃないんですね。あ、そうです。ちょっとあれ言っていいですか？うん、あれちょっと息苦しいんですよ。言っちゃった。いや別にあの快適ですとかは言ってないんで僕、うん、これだから別に嘘ついてるんじゃないですけど、うん、でちょっと今日暑いんでこっちに、うん、とかあの YouTube 撮影するときは、あ、なるほどね、うん、宣伝も兼ねて、そうあれをつけるけど、あのちょっとやっぱ僕のオンオフスイッチもある。まあ今日もオフではないけど。
あのでも皆さん、ね、たくさん買っていただいて、まあ、あのちょいちょい見かけますよ、あのあれつけてきていただいてるの、うん、ありがとうございます。嬉しいです、うん、嬉しいです。でもということは皆さん息苦しい思いをしながらつけていただいてるのかなっていう、まあまあ、まあ大変ありがたい、ありがたいなというところですね。皆さんの愛がね、愛があれをつけさせてるということが分かります、まあ、あと多分そのあれサイズ一つしかなくて、あそうだね、そうちょっとちっちゃいんですよ、うん、僕にとって、うん、ちょっと大きいのもあっても、ね、いいかもしれないね、うん、ちょっとちっちゃいサイズだから、うん、っていうのもあります、うん、苦しいのも、うん、サイズもちょくちょく見かけるようになってほしい、うん、まあ時々ね、あ、タイツの日、今日はタイツで出勤してますとかね、あってもいいかもしれないですね。タイツの日ってあるんですかね。あ、ありそうだよね、タイツの日なんか語呂合わせであり、うん、あれって売れたんですか。売れたんじゃないよね、うん、売れたんじゃない、なんかちょっと伸び縮みはする生地みたいなやつ、ビヨンってするやつ、ビヨンってする生地です、はい、売れたんではないです、ね、10月10日はタイツの日とか、あ、これはなんとなくの、あ、あれか、体育の日のことか。それは体育の日じゃんって突っ込むところだったか、はい、なんか一瞬本気、本当なのかなって信じちゃった。信じちゃった。でも最近、あ、最近スポーツの日に変わったんだっけ。はい、スポーツの日です ね。しかも10月10日じゃなくなったからね。え、11月2日は大切な日に来た。いけるじゃないですか、あと1ヶ月ぐらいで。え、マジで。そう、結構もうすぐだ。え、それなんか、ちょうどいい、なんかイベント考えるのはちょうどいいタイミングなんだけど、なんか112ですか。うん、112。じゃあ112枚用意する。タイ2なの。11がタイ的なことなの、わかんない、うん、全身タイツ割り。いやでも面白いですよね、本当に。あ、うん、ああいうのやりたいなと思わなくはないですよね。みんなでこの格好素敵を雇用系イベント、うん、僕はいいなと思うんですけどね。まあそう、タイツっていうのがね、やっぱ抵抗はあるかなと思うんですけど、開催してみたらタイツ履いてたの山本だけだった。全然普通にあり得る。上塚さんもぜひ。まあ11月2日はでも皆さんに呼びかけるんだったらもう仕事なんですよね。それは。最終着バイパスの匂いで終わりにしてる。こっちだよ。さん来て他の人断れない。いや、あのそんなこともないですよ。あのバイパス全然。いや、まあ逆に言うと私最終来てもそのね、なんかプレッシャーにならないから来てもいいじゃん、来てもいいかもしれないけど、バイパス別に、はい、そんな何かこう強制力あるような雰囲気じゃないです。割と伸び伸びしてる。全身じゃない、なくていいなら女性はハードル低そうだから。あ、全、あ、まあそっか、全身じゃないのがあるんだ。全身じゃないのもあるっていうことですよね、うん、全身じゃないタイツってどんなの、ちょっと分かんないけど。ありがとうございます。あ、そうか、ストッキング的なやつか。ああ、なるほどなるほど、はいはいはい、なるほどね。あ、確かに、うん、
気になったんですけど、バイオパックの鳥さんたち脱走しないんですか？脱走するのは、混合インコとかが、まあ、たまに羽が伸びたら飛んできます。で、向こうの山とかまで飛んでて、ご飯の時間になったら戻ってくるんで、その時に捕まえて、羽がね、羽伸びるんですよ、鳥って。まあ、毛なんでね、羽って、鳥の羽って。毛がああいう形に進化したようなものなんで。その羽を切っとくと飛べないんですけど、うん、だから普段は切ってあるんですよ、バイオパークの外に出てる鳥たちって。まあフラミンゴもそうだけど、うん、なんだけど、まあ、毛なんで伸びてくるんですよね。で、伸びたら向こうの山まで飛んでいくときがたまにあります、はい、たまにあります。でもちゃんと戻ってくるんで、その時捕まえて、そうそうそう、はい、その時捕まえてまた羽を切ったら、うん、大丈夫、まあ、戻ってくるんでね。お腹空いたらご飯食べに戻ってくるんです。まあ、飛べないだけで普段から自由にしてるじゃないですか、日本うちの鳥たちって。で、自由にしててもちゃんと帰ってくるじゃないですか、夕方のご飯とかね。むしろもう早くここに帰りたいよって彼ら言ってるの、まあまあ、うちの動画ご覧になってる方ご存知じゃないかなと思います。そうそうそう、片方だけ切ってバランス悪くするんです。同じです。羽が伸びてたとしても結局反応一緒なんですよ。夕方になったら早く飯食え、小屋で飯食いたいってあいつら言うんですよ。たださすがにね、ずっと飛び回ってると、それなんか事故とかあったら困るから、ちゃんと羽切ります。うん、まあそれ羽切り忘れた特殊な場合ですけどね。はい。普段はそんな完全に伸びる前にまた切るんで、はい、いつも飛んでるわけではありません。だいぶ実験です。いつも動画見て癒やされてます。ありがとうございます。ビーバー可愛かった。ビーバー可愛かったですよね、うん、ビーバー結構ね、あんま目が良くないんですよ、ビーバーって。だから、うん、餌やっても餌はどっち、あっちっていう、こうなんて言うかな、こう勘違いしたようなね、餌がどっちか分かんないみたいなリアクション取るときあります、はい、それがああいう形で出たんじゃないかなと思うんですけど、あとは目が良くないから、ハルズが何か別の人と勘違いした可能性もあるんですけどね。顔ね、うまかったですよね。うまい。あれで、あれ、誰だっけ。うん、今ちょっとビーバーを私も区別したなんで、あれをまた見て覚えようと思って。でもまあ色がね、全然違ってたんで、はい、名前さえね、名前と色さえ覚えればなんとか、うん、覚えれそうな気がしますけど。バタちゃん、バタちゃん、はい、カフェの顔も、はい、カフェか、目ギョロッとしてるのね。ワンちゃんのトリミング動画も見たことある、はい、勉強になりますよね、あれね。取られる。そんなに引っ張らなくてもいいの、うん、ジャックオーランタンは跡形もなくなったけど、ジャックオーランタンが跡形もなくなった、うん、ないっすね、あれぐらい、うん、あとでも特に視聴者は減らない、むしろ増えてる。まあまあ、いつものパターンっていうか、
砂糖ちゃんがいいか。砂糖ちゃん。カピバラ癒し系消毒。カピバラ小動物に入るとしては結構あの小動物の定義が広いですね。結構でかい。動物園遊園地で働くのって憧れる、うん、まあもちろん大変なことも、ね、多いのでね、はい、それでもまあプラスマイナス考えてやっぱプラスの方が大きいなと思います。ぜひバイオパークで、あと1個、あと1個バイオパークで働いていただけるみたいな。やっぱね、書類とかをこう、まあ我々ももちろん書類仕事もあるけど、まあ、書類とかばっかりをね、見る仕事よりも、まあ動物とこう関わる時間がある仕事って、まあ、やっぱりいいですよね。いいなと思いますけどね。はい、ありがとう。5月前にカピバラ死んだ。バタちゃんです。うわっ、あ、大と思ってふわっとしてる。バイオパークでカツバのカレンダー発売する予定はありますか？どうでしょうね、予定はないですけど、なんだっけ、名前が出てこない。渡辺さんだ、はい、渡辺さんのは毎年売ってますけど、あ、カピバラ写真館ね、渡辺さんのカレンダー、カピバラカレンダーは毎年売ってます。みんなまったりですね。うん、まったり。今年もカピバラさんのカレンダー買おうかな。自分の好きなことや趣味が仕事って今の時代ですよね。実は、うん。やっぱその方がいいと思いますけどね。結局。人生相談みたいになってますね、うん、ねえ、自分の好きなことを仕事の方がいいよね、うん、そうですね、私はそれで選んでるので、うん、あと動物園の中でも結構なんて言うんだろう、いろんな園間、うん、何に取り組んでるか何に力を入れてるかっていうのはすごい変わってくるので、うん、なのでそことかも含めてバイオに入ったので、うん、そうですね、好きなことやってますね私は、うん、今もですけど好きなことやってそうです。どうした？はい、え、うん、くれる？ありがとう。はい、ありがとう。え、それもくれる？くれん。いいよ。あやかちゃんって、あやかちゃんの人生相談。あやかバーテンダーの人生相談。はい、どうぞこの中に入れてくれる？ここから選んでいいよ。牛のペン入れかわいい。あ、なんか牛いましたね、確かに、うん、あ、そっか、取ってないよね、取ってないよね。あやかちゃんが保育士さんみたい、うん、じゃあ、これかこれどっちがいいの？竹の代わりに竹の方をシェイクして出してくれる、あやかバーテンダーさん、はい、入れてますか？で、人生相談にもね、乗ってくれるっていう人生相談にもなってくれる、あやかバーテンダー人生相談ですか？私、そういうのあれですよ、あんまり答えれないタイプです。うん、なんか
答えれないタイプらしいですけど、あのなんか相談あれば。はい、ありがとう。ここから選んでいいの？あやかちゃん、これ、あ、なんか落ちたよ。あ、落ちた落ちた。これ、いらん？これも。みんな、みんな。これかこれどっちがいい？こっち？はい、どうぞ。取れそう？取れない？取る？頑張る？選ぶ？あ、おるね。食べたいって。食べた？なでしこ？怖かった。怖かった。はい、うまい。食べた。ギューって持ってるといい。タケノコ1本100円は高いの。まあ、タケノコ売ってるわけじゃないですからね。あのタケノハ、タケノハが欲しい人はあの別にバイオパックで買う必要ないと思うんで、はい、タケノコ売ってるわけじゃないんで。カピバラに餌をあげる体験を売ってるんで、あのタケノハ欲しい方はあの多分、はい、あの竹林ってね、いくらでも取れると思う。はい、どうぞ。こちらの中から1本お取りください。はい、まあ、なんかごめん。すごい顔で寝てる。やばい目で、やばい目で寝てる。カピバラはね、うん、よく落ちてるんですよ、うん、多分皆さんのね地域もそうだと思うんですけど、時々カピバラ落ちてますね、うん、時々でもないか、しょっちゅう落ちてますか、ドーナツ？はい、ドーナツ。ドーナツなんだ。へぇ。まあ、カピバラが落ちてるというね。まあ、社会問題が起きてるわけです。カピバラがその辺に落ちてるんで、撫でるのにこうね時間を取られてしまう。本当はやらなきゃいけない仕事があるけど、つい格が撫でてしまうっていう社会問題がね。太陽天然ブラのやつにあげても起きてますよね、やっぱね、日本各地で、ね。深刻な社会問題。まあ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 、普通に落ちてますよ、カピバラ。あの、奥でも落ちてる。そうなんです。いや、まあ、落ちてたら多分撫でずにはいられないですよね。多分ね、カピバラが落ちてればね。最近切れ字になったんですけど、カピバラも気になりますか？気になった方は見たことはないですね。人間と立ち方も違うから、うん、ただまあ、うん、私がそのちょっと字について詳しくないので、そのどういう仕組みで人間がなって、どういう仕組みでカピバラが、まあ、ならないとかなりにくいとかってお答えなしようかね。でも聞いたことはないですね、うん、聞いたことないですね、うん、多分そんなに気張らなくても結局たくさん食ってるから、うん、どんどんあのロケット鉛筆方式で出てくるんだと、うん、でも確か便秘とかはありますよね、動物も。まああるだろうね、うん、ありますあります、うん、え、犬は血になるんだ。へえ、まあ結構気張るからじゃないですか。ああ、そうなんだ。もうカピバラ棒を立ってるだけでポン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 で、うん、そうすると動物系はなりにくいかもね、うんことない、うん、まあ割とね、歩いてるとポロポロ落ちる系とかあんまりそういう、うん、
病気になりなそう、なれ、ならなそうだなって言ってた。ロケット鉛筆方式、うん、ありましたよね、ロケット鉛筆ね。今もあるのかな。小学校の時持ってくるなって怒られました。あ、そうなんだ。遊ぶだろうって言われて、まあ、持ってくるのはよくわかんないけど勉強に集中できないからそんなずっとこうしないけど、ね、そんなしないよね別に、うん、ロケット鉛筆とあのバトスバトエン、バトル鉛筆。何バトル鉛筆？あのこう面にいろいろ効果が書いてあって、あ、そんなのあるんだ。転がして出たやつで戦って。へー、そんなのもあったの。それは私の時代はなかったかな。ハルカさん腕焼けてますね。仕事焼けですか？いや多分休み焼けですね。なんだっけ、この間はブルーインパルス、ブルーインパルス焼けです。もう朝から昼過ぎまでずっと、そんなに何だろう、日射強くないかなと思って普通に行ったらめちゃくちゃ強くて、僕でもちょっとじりじり感じるぐらい強かった。もうこの生え際がやばいんですよ。もう頭皮とこの焼け具合の差が。ああなるほどね、うん、でもそうやって見るとさ、この髪の毛って重要なんだなってわかるよね。ですね、結構防いでる。全然違うよね色、うん、確かに。そう、こんなんでこんなね隙間もあるからどうなのかなって思うけど、うん、やっぱ頭皮の色全然違うもんね。強いですね、やっぱ。バトエンありましたね。バトエンありました。ドラクエバトエンっていうのがあった。ドラクエもありました。ポケモンもありました。あとなんかあったかな。遊戯王、遊戯王、ブルーインパルスどうでした？雨だったですよね。僕は予行練習の日に見に行ったまあ言ったら勝ち組っていうね、当日じゃなくて。いやまあなんだろう、詳しい話すればやっぱその当日はちょっとやっぱ祝日、うんうん、だったんで、うん、まあ会社に来るでしょうっていう、うん、っていう体で、じゃあちょっと前の日はいいかと思って、うん、その日休みで行ったんですよ、うん、そしたら当日は雨降って横練習の日がベストだったっていう、うん、ベストだったっていう、うん、めちゃくちゃかっこよかった、うん、もうハマっちゃうわね。基地に行きたいですね。消しバト好きだったなって。あ、ほんのリアクション多い、うん、そう、あのとか名前が多分いろんなところで違うんですけど、その消しピンって言ってたんですよ。あ、そうなんだ。消しゴム同士であの机の上で戦う、こうピンって弾いて、あのビリヤードみたいに。あ、そうなんだ。あ、飛ばすんだ。そう、でも落としたのが勝ちみたいな。で、僕こんぐらいのあの激落ちくん、こんなでかい消しゴムあって、無双してましたなんか消しゴムが強いってことだよね。消しバトとか消しギアとか、うちは消しピンって言ってましたね。あ、雨の中なんとか取りましたってことも。そう、ちょっと、うん、飛んだは飛んだんですよね、うん、ちょっとだけ。私ドラクエは9派です。ああ、9も私やりましたよ。何ですか9？ ドラクエ9じゃない。ああ、うん、ただドラクエ僕をやってます。ドラクエは1回もやったことないですね、うん、僕。1,2,3,4 大人になって9みたいな。大人もいい大人だけど、随分9の時、うん、なんか主人公が違うんですよね。うん、あのまあまあ基本的に全部違うけどね、うん、ただその世界観も 3作ずつぐらいで変わっていくから、ドラクエって全部繋がってるかと思ってた。うん、繋がってない。ワン、ツー、スリーは繋がってるけど、四、五、六も多分繋がってる。そんな感じ。うん。はい。消しバトトークになっちゃってますけど、もうそろそろ？こんなもん？あ、なんか落ちてますね。あの完全に落ちてますね。あ、落ちてるけど餌は食べ、うん、ドラクエイレブン泣いた。あ、イレブンちょっとね、まあなんとなくの話聞いてるんでやりたいなと思って、ワン、ツー、スリーとかやった人をやりたい作品なのかな、うん
こんなとこでいいかな今日。はい、まあ、このあと一応4時半ぐらいからインスタライブやるから、うん、インスタライブ予定ね、はい、なんかでもなんかパウがなんかあ、なんかやんの貸してくださいって言われたんで。あ、そうなんだ。どうなんだちょっと、うん、何をするかを聞いてないんで、うん、一緒にやればあ、うん、でもいいし。そうですね、うん、はい、はい、今日は動画はあのお休みで明日投稿なんで。明日ね。はい、はい、なんか過去の動画をあさくってください。うん、はい、じゃあいいかな、はい、そんなもん。はい、じゃあ今日はこんなところで、はい、ありがとうございます。まだ昨日の動画見てない方は絶対見てください、うん、めっちゃ可愛かったもんね、はい、おすすめです、ぜひご覧ください。